ウィースこんにちは、タマ先生やで。今回やるんは1000点以上や。前回、悪性主要の回のアニメで、俺らの細胞は遺伝子によって正確に作られるから、その遺伝子がうまいこといかへんなったら、ガンみたいなヘンてこ細胞が生まれて体に悪いことするで、みたいな話をしたけど、アポトーシス以外の部分もも,もちろん大事な遺伝子やねんから、他の部分がおかしかったりしても体に異常をきたす。 遠くに体がある程度大きくなって、その後一部の細胞の遺伝子が書き換わって悪い細胞が生まれるようになったとしても、その一部分だけ悪かったりとかして、なんならそこ切り取ればええねんから大したことにはならへんねやけど、生まれてすぐの受精卵とか、そんなん状態で遺伝子的に悪い病気持ってたら、それがどんどん増えて40兆個になった時、40兆個の細胞全部がその遺伝子持ってるわけやから、えらいことになるよな。 これ、全国展開するファミレスのチェーンの話で例えると、全国に何百店舗もあった中で、一人だけ店長がレシピ通りに作らへんみたいなお店があった場合、まずい料理を出すのはこのお店だけやから、被害もこの地区だけやったり。あとは、問題のある店長を変えたり、問題の起きたお店を潰せば元通りになるよな。ほんでもそうやなくて、一番初めっから、めちゃくちゃまずい料理を作るみたいな。そんな激まずレシピなんやとしたら、どんどん全国に増えた時にも、レシピそのものが激まずやねんから、増えれば増えるほど、日本中のお客さんを不幸にすることになる やろ会社も大損害ですぐに潰れてまう1000点以上っていうのはそんな感じやねんほんでその1000点以上の中でも体表面とか臓器自体が作り的にやばいわみたいなやつを先天0 0形言うてその中でも特に命に関わるような無能症とか唇のところが割れてる高心裂口ん中が割れてる高外裂やったりタシなんて日常生活に困りそうなやつが大奇形特にそうでもないちょっとしたやつが小規形言うねんほな次はその原因についてやっていこうか 1000点以上言うたら、遺伝子になんかヘンテコリンなこと起きてることが多いよ言うたけど、その遺伝子っていうのは、手でも目でも足でも、体の部分すべての箇所をまとめた染色体っていうやつを、父ちゃんからと母ちゃんからともらうんで2種類の遺伝子があって、その強い方の性質が出るね。 これが優勢の法則を言うて、高校の生物とかで習ったん覚えてるかまず一ちゃんしっくりきやすいのは優勢の病気。これ例えば、ハンチントンやったり、マルハンみたいなやつは、その病気の遺伝子を父ちゃんからか母ちゃんからか、一個でももらえば発症する。つまり父ちゃんか母ちゃん、どっちかは、その病気の遺伝子を持ってて、その病気になってるし。結婚して子供生まれたら、自分の遺伝子の半分を子供にあげて、もう半分は奥さんからってなんねんけど、渡す時の半分の遺伝子に病気の遺伝子が入ってたら、子供にその病気が出るし、入ってなかったらでへんって、子供に、 あげたかあげへんかったか。二分の一の確率でその病気が受け継がれる。これが優勢の場合や。 ほんで、次が、常船色体の、劣勢遺伝の方やねんけど、劣勢ってことは弱いわけやから、例えば、ペニルケトン尿症なんかはこれやねんけど、こいつが発症するためには、父ちゃんからと母ちゃんからの遺伝子、両方に、この病気の遺伝子がないとあかんねん。一個だけ持ってる状態やったら発症せえへん。ってなわけで、大概は、父ちゃんも母ちゃんも、遺伝子は持ってるけど、病気やなかったり、子供も、結婚相手がその病気の遺伝子持ってへんかったら、二つ揃わへんので、出えへん。丸抜やったら、病気やないって。これほんま、白黒やったら、パンダであって、レッサーパンダやない、みたく、 丸抜やったら、劣勢遺伝の病気にならへんから、親が病気でないし、子供も病気でないのに、なんでか自分だけなってるみたいな。なんかある時急にパッと実はパンダブームができて去ってくみたいな、そんな感じあるよな。 ほんで他にも、X 染色体優性遺伝病っていうのがあって、X 染色体優は性染色体って男か女を決める遺伝子で、X を2個持ってたら女性、1個しか持たんともう一方が Y やったら男性ってやつで、これ例えばビタミン D 抵抗性クル病とか、そんなんがあんねんけど、こういうのになると優性で強いから基本的には1個でも持ってたら病気になるんやけど、女性の場合 X が2個あるんで、どうしてもこの遺伝病の場合は女性がちょっと出やすくなんねんな。 ンとっていう人は、猫ちゃんアレルギーのやつが、友達ん家に遊びに行くってなったとき、男ん子の方は、うちペット一匹おんねん言うて、女の子の方は、うちペット二匹おんねんってなって、二人からうち来るって言われたとき、男性の方やったら、ペット一匹やから、この一匹が猫やなくて、犬とか小鳥とかやったら、セーフやろほんでも女の子の家の場合やったら、一匹が仮に犬とかで猫やなかったとしても、もう一匹が猫やったら、あかん。二匹とも連続で猫やない場合だけ、セーフやねん。 だから女性の家の方が一匹でも猫おったらアウトなんで、エククって猫アレルギー発症してまうよな。だから X 染色体の優性遺伝の場合、うち来るって言われた場合と同じで、ビタミン D 抵抗性来る病あたりは女性に問題起きやすいね。 ほんで、これと逆で、X 連鎖、劣勢遺伝の場合やと、例えば、血の友達、血友病って、みんなもう仲いい友達近くにおったら、校長先生の話とかで、みんなが静かにしてじっとしてなあかんのに、ついつい遊んだり、ふざけたりとかしてじっとしてられへんよな。それと同じで、血がなかなかじっとしてくれへん、固まってくれへんっていう病気やねん。こいつが劣勢で弱い、出にくいってことは、 普通の X を1個でも持ってればええんやから、男性やったら X は1個しか持たへんので、こいつが病気持ってたら必ず出てまうんやけど、女性の場合は X を2個持ってるんで、この2個のうちどっちかが普通やったらセーフやねん。これ例えば買い物するときのクレジットカードとかで考えてたらええかもしれへんな。 X 染色体がクレジットカードと考えると、男性はクレジットカード1枚、女性は2枚持ってて、男性やったらクレジットカード1枚がダメやったら、わーあかんわどうしようってなるけど、女性は2枚持ってるんで、1枚が上限いっぱいまで使ってて、お使い切れへんかったってなったとしても、もう1枚あれば大丈夫って、な ピンチなりにくいやんや。から、X 連鎖、劣勢遺伝病とかってなると、男性の方がやばいってなるわけや。どうや、なんとなくわかったかほんなまとめてみると、優勢遺伝の病気やったら、親のどっちかが病気の可能性があって、子供も二分の一の確率で病気になる。ほんで、これが劣勢遺伝やと、2つ揃わななかなか出えへんから、自分が病気やのに、親が病気でなかったり、子供も病気でなかったりってことがある。ほんで、X の優勢やと、X って女性に多いから、そいつが強いっていうことは、女性に多い病気で、逆に X の劣勢やと、男性に多くなるって感じやな。遺伝やややこしくて 分からへんわーっていう人は、まずはこの表を覚えてみるぞ。優勢、劣勢。普通と X って書いて、半球、冗談、どやこれやったら覚えられるやろ。半球って大阪の電車やから、冗談っていうのも、お笑いの街、大阪っぽくて、ピンとくるしな。ほんで覚えてちょっと余裕が出てきたり、国士前なんてしっかり理解できんとあかんってなった時に、友達とか先生とかと頑張ってみろ。ほんでも遺伝子系の病気って、これ以外にももうちょっとあって、病気の染色体を持つんやなく、染色体自体に問題ある、染色体異常ってのがあるね。遺伝子はそれぞれ23本の染色体にまとめられてて、それを父ちゃんからちゃんから ちゃんからワンセットずつもらうんで23のペアができる46本ってなんねんけどこれがなんでかどっからか1本増えて3本ある取りそみってなるパターンがあんねん3をトリプルとか3人組を取りよういうから取りが3っていうのはわかるやろこれは染色体のペアのうち21番目の染色体ペアが3本セットなってるときに起こるダウン症が有名やな 他にも染色体が多くなるといえば、XY で男性やのに、XXY って、X が1個多くなってしもたクラインフェルター症候群やったり、逆に X がなくて Y だけなってもたターナー症候群なんてのもあるんや。 これ覚え方は、X が2つくらいに増えた !2 つくらいに増えたクラインフェルタークラインフェルター症候群で、X が1本ない方は、X どこ行ったんなーで、どこ行ったんなーのターナー症候群どこ行ったんなーとかって言わへんようなタイプの人は、亡くなった X を忍んで、あの X いいやつだったなーいいやつだったなーターナーターナー症候群こっちでもええかもな。ほら、こんなん一発で覚えれるやろ。こんなんやって生まれる前から問題を抱えてもうた1000点以上の子供っていうんが存在するんや。 ただこれ遺伝子ばっかりが原因やなって言っちゃ分かりやすいとこやと胎児性アルコール症候群言うて妊娠中のお母さんがバリバリ酒飲んでたりすると怒るんもあるから全部が全部遺伝子ってわけやないんやな。 ただそんなん言うてもだいたい5%って。20人に1人は何かしら1000点以上を抱えてるって言うねんから、まあまあ多いよな。困難1000点以上っていうのは、生まれる前の胎児の状態でも結構検査で分かることが多いから、早めに分かり次第治療はもちろんするやるけど、生まれてからの治療やったり、その後なかなか体が丈夫に育たへんなんてこともあったりするから、患者だけやなく支える家族含めて、うまいことをサポートしながら長く付き合っていかなあかんっていうんが大変なんや。やから特に1000点以上に関しては、看護師の役割、めっちゃ大きいねんで。 ほな、今回の解説はこれまで。ほな、また次回のアニメでな。